私だけ自分の話を。なんか最近まだね1月から始めて半年ぐらいしか経ってないんですけど、なんかこれいうのもなんかそろそろやめようと思ってて、普通に私より活動期間が短い子もおるし、私より年下の子がすごい曲を歌ったりめっちゃ上手かったり、そういうのが結構続いてて、最近もうなんかめちゃめちゃやる気というかなんていうんでしょうかね、自信がなくなっとって、結構全然ポジティブな性格なんですけど、音楽が大好きな分、本気でやってる分、やっぱり返ってくるものっていうのは良くも悪くもすごく大きなもので、なんかそれを自分で消化できずに、そう、いや、なんか全然前に進めてなくて、始めたてっていうのは変化が見えやすいけど、多分今はね、なんか成長っていうのが見えづらくなってきて、自分の良くないとこだけが目に入って、で考えんでいいことを考え出して、そういうのでずっと本当にあんま歌えるのもなみたいなぐらい、結構なんでしょうね、落ち込むというか、本当自信をなくしてて、ライブでもいいパフォーマンスできなくて、自分の良さっていうのを曲げちゃって変なライブしたりとかあったんですけど、なんか苦しいながらにも曲を作って歌詞を書いて、初めてなんかあ、なんかいい曲ができたなというか、自分らしい音楽が作れたんじゃないかなって、うまくこう音楽に消化することができて、そんな日々だった最初の吹っ切れて最初のライブが今日です。しっかり自分のライブ残せてたらなって思ってます。最後にその新曲を歌いたいと思います。37と憂鬱な朝、ご機嫌な空、卑屈な今、拭えないシャワー、 ああ、また鍵が見つからない。色あせたジーパンは、カバンはポケットの中、昨日脱ぎ捨てた荷物は見つけたよ。僕、言葉を飾った虫が高かった、ああまた一人見失う。とりあえず行ってみた、大丈夫
したあの適当に吐いた言葉が優しさか、わかんないな、わかんないんだ。閉じ込めておいた幻想はどこにしまったのかも忘れて、どっちつかずの。ありがとうございました。私は奈良でした。